皆さん、こんにちは。いつも学校やお仕事などお疲れ様です。今回は大友の金村についてお話しします。大友の金村って誰？何をした人なの？と思った方は、ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは日本史に関する様々な動画を投稿していきますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いします。その他の動画に関しては、概要欄にあるリンクをご確認ください。古墳時代前半では、蘇我氏、物部氏、大友氏の3つの豪族が勢力を強めていました。大友の金村は大友氏の豪族であり、大和政権に仕えた人物です。498年、大友の金村は仁建天皇が崩御した後、当時勢力の強かった舳倉氏かつ大臣であった舳倉的を滅ぼしました。そして大友の金村は武烈天皇を即位させて、自らは大村氏の地位につきました。しかし武烈天皇には後継ぎとなる子供がいませんでした。そこで大友の金村は9代前の天皇である応神天皇の子孫で、地方豪族出身の人物を擁立しました。その人物とは帝太天皇のことです。大友の金村はこれらの出来事をきっかけに勢力をますます強めていきました。大友の金村が日本で勢力を強めていた頃、朝鮮半島では高句麗、新羅、百済、さらに加唐といった複数の国に分かれていました。大和政権は特に百済と強い関係を築いていました。そして帝太天皇が即位して6年経った512年の頃、百済は国土の北半分を高句麗に奪われてしまいます。朝鮮半島の国々の中で高句麗が最も勢力を強めていたためです。そこで百済は関係のあった大和政権の大村氏大友の金村にあるお願いをしました。大和政権が支配している茅の4軒分の土地を百済に譲ってくれないか。大友の金村は五経博士を来日させるという条件でこのお願いを受け入れました。ちなみに五経博士とは儒教に詳しい人物のことです。当時まだ儒教が伝わっていなかった日本にとって、五経博士の来日は日本に新しい教えを伝えることができるというメリットがありました。帝太天皇が即位して21年経った527年、祝いの乱が起こります。当時、大和政権が支配していた茅が新羅に攻められてしまいます。大和政権はそんな新羅に対抗しようと、九州の豪族、筑紫の国の宮津子であった祝いを茅に送ろうと試みました。しかし、大和政権の軍が朝鮮半島へ出兵することに反発した祝いは、すでに出兵の計画を知っていた新羅から賄賂を受け取り、反乱を起こしたのです。これが祝いの乱です。大友の金村の配下であった近江の家名という人物が、祝いの乱を鎮めようとしましたが、失敗に終わってしまいます。その後、大友の金村と同じく大村氏を務めていた物部氏の物部の荒替えによって、祝いの乱は鎮圧されました。大友の金村は、大和政権の支配地であった茅の一部を百済に譲ってしまったことや、祝いの乱を鎮められなかったことが原因で、徐々に勢力を弱めていきます。さらに、物部氏の物部の起こしによって、茅の土地を譲る際に、百済側から賄賂を受け取っていたのではないか、という疑惑を持ちかけられたことによって、大友の金村は完全に失脚し、隠居してしまうのでした。
そして大友の金村の失脚によって大友氏そのものも衰退し、蘇我氏と物部氏の2つの豪族が勢力を強める時代へと突入していきます。さて今回は大友の金村という人物についてお話ししました。次回は大友氏の衰退以降も勢力が強かった蘇我氏と物部氏のとある論争についてお話ししていきます。蘇我氏と物部氏はあることが原因で対立してしまうのですが、一体何があったのでしょうか。蘇我氏と物部氏の対立について気になる方はチャンネル登録と通知登録をして次回の動画をお待ちください。最後までご覧いただきありがとうございます。動画が参考になったよという方は高評価やコメントをしていただけるととても励みになります。今後も日本史に関する動画を投稿していきますのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。